はい、どうもこんにちは、元です。今日はですね、トリプレットビートを発売前日になっていますね。早速ですけれども、フラゲで出品されているので紹介していきたいと思います。まずはキハダ SR、 高値では約3万円での取引が見られております。購入相場としましては2万7000円から2万9000円程度での取引が多いですね。次はマスカーニャ SAR、 高値では1万7500円程度での取引がありました。マスカーニャの進化ラインセットでは1万6000円から2万円程度での取引が見られております。次はウェニバル SR です。高値では約1万3000円程度での出品がありましたが、まだ購入履歴はありませんでした。ウェニバル進化ラインセットでは約1万4500円での取引が見られております。次はラウドボーン SR です。高値では約1万3000円程度での取引が見られておりました。ラウドボーン進化ラインでは約1万4500円程度での取引が見られております。最後はキハダ SR です。高値では8万5000円程度での取引が見られておりました。購入相場としましては6万6000円から7万5000円程度での取引が今見られております。まだトリプレットビート発売前での価格帯の紹介です。明日ついに発売のため、今の価格よりは少し下がってくるとは考えております。キハダ SR の価格がどのようになるのかが楽しみですよね。皆様はボックス確保できていますか？私は1ボックスもないため、抽選で当たることを祈っております。今後もポケモンカードに関する動画投稿していこうかなと思ってますので、よろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。